質問国会ニュース大阪維新馬場幹事長代表質問で共産党批判し、委員長ルール違反だと強く反発。共産党の志位和夫委員長は27日の記者会見で、大阪維新の会の馬場伸幸幹事長が同日の衆院本会議での代表質問で共産党批判を展開したことについて、我々は答弁する権利がない。国会質問のルール違反だと強く反発した。馬場氏は昨年11月の府知事市長の大阪ダブル選で共産党が自民党公認候補を支援したことを異様な光景と指摘。その上でダブル選で自民党を一番熱心に支持した共産党と国会で自民党に対立している共産党は一体どちらが本当の共産党なのかと批判し、無責任と糾弾した。大阪維新は自民党候補と対決し、干渉した。これに対し、C 氏は会見で、他党を論断するのはルール違反だ。ルールをわきまえてほしいと強く言いたい。私に答弁させてくれるんだったら別だが、そういう場じゃない。と怒りが収まらない様子だった。民の声へ続く。